アッツはアメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の48番艦。艦名はアリューシャン列島のアッツ島にちなんで命名された。艦は当初エルボアベへの艦名であったが、1943年11月6日にアッツに改名される。1944年3月16日にワシントン州バンクーバーのカイザーゾー船所で寄港し、 1944年5月27日にジョージ・ W ・スティール夫人によって浸水し、1944年6月30日に艦長 H.F. マコムジー大佐の指揮下収益した。西海岸沿いでの成長後、アッツは8月7日に多数の航空機と兵員を搭載し、サンディエゴから新珠湾に向かう。ハワイでの2日間の停泊の後、アッツは ガダルカナル島とエスピリットサント島へ補充の航空機と兵員を輸送する。その後8月31日に帰国の途に着く。アッツは9月13日にサンディエゴに帰還し、間もなく成長後の信頼性試験をカリフォルニア州タウミナル島で行う。試験は9月28日に完了し、アッツはアラメダで燃料と航空機を補給し出航した。アッツは 西海岸を10月1日に出港し、ニューギニアのフィンシュハーフェンに10月18日到着する。その後マヌス島のゼイアドラー湾で停泊し、新珠湾経由でアラメダに帰還する。2週間の信頼性試験の後、11月23日に新珠湾に向けて出港。アッツは補給物資と兵員を積み、グアムと新珠湾を往復し、1945年1月4日に、 サンディエゴに帰還した。翌1月5日、アッツは信頼性試験を開始し20日には公開の準備を完了する。1月27日に真珠湾に到着し、オアフ島沖で放術訓練及び飛行訓練を行う。2月1日にエニウェトク艦渉へ向かい、10日に到着、急速ゴウルシー艦渉へ移動する。2月16日にウルシーを出港し、 第50任務部隊に合流する。アッツは前線で活動する任務部隊に補充の航空機及びパイロットを運搬する任務を命じられる。空母への補給任務後、物資の再積み込みのためグアムへ向かう。アッツは後方支援任務を7月前半まで継続した。その後アッツは修理のためサンディエゴに帰還する。7月24日に再び太平洋に展開し、 日本の降伏時にアッツは本州南方の燃料補給水域を巡航中であった。アッツは11月11日に西海岸へ向かい、11月25日にマジックカーペット作戦の任務に就く。この任務でアッツは太平洋各地に赴き3万8000マイル以上、航海し4000名以上の機関兵を帰国させた。1946年5月にアッツは、 処分が決定した。パナマ運河とフロリダ州ジャクソンビル経由で、バージニア州ノーフォークへ向かい、同地で1946年6月に退役する。1946年7月3日に除籍され、1947年1月3日に売却された。アッツは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。